ピンポン。ポイポイ。ポイポイ。チャンネル登録してね。ゲームはなにゲームは不思議な動物集まったよ。なんだか臭い。聞いて私カピバラ朝ごはんにうんち。栄養たっぷりうんち朝ごはんにハイエナ僕のうんち白い色なんで骨もポキポキ食べるから白色になるんだ動物の秘密なんでどうしてなんで教えて動物の秘密なんでどうしてなんで教えて聞いて僕怠け者週に一回うんち大丈夫？うんちの時だけ降りるの木の上から動物の秘密なんでどうしてなんで教えて動物の秘密なんでどうしてなんで教えて聞いて私カーバうんちで道しるべどうやってビュッビュッしっぽを回してうんちまき散らす動物の秘密なんでどうしてなんで教えて動物の秘密なんでどうしてなんで教えてこれなんだろうそれ僕のうんち聞いて僕ウォンバットカクカク四角いうんちすごいコロコロ転がらないように四角い形動物の秘密なんでどうしてなんで教えて動物の秘密なんでどうしてなんで教えて不思議動物のうんちの秘密もぐもぐカピバラくん朝から美味しそうに何食べてるのチョコレートニーニーピンキッズとニニモも食べたいようです一緒に食べるうわこの匂いはうんちだ僕は朝ごはんに自分のうんち食べるんだ朝のうんちは栄養たっぷりなんだよ。ピンキッズとニニモが何か探しています。ニニ！ニニモ、綺麗な石見つかったの？ニニモ、それは石ではなくハイエナのうんちですね。ハイエナは獲物の骨まで食べるからハイエナのうんちは白い色なんですひひひ今日は怠け者の誕生日だサプライズパーティーしようニーニーもうちょっと待ってみよう1週間後いったい1週間ぶりに降りてきたね誕生日が過ぎちゃったよ僕は1週間に1回だけトイレに行くために飛
から降りるんだよ。わあ！ピンキッズ、ニニもカバが水遊びをしています。アイスクリーム食べたいな。アイスクリームトラックどこだろう。任せて、道案内してあげるね。わあ！びっくりしないで。カバは道に迷わないようにうんちを道しるべにするのよ。これで水辺に迷わず帰ってこられるのよ。ピンキッズとニニモが素敵な作品を見ていますね。ニニ、誰の作品でしょう。えっへん、すまないが僕の縄張りから出て行っておくれ。え？ピンキッズとニニモが見ていた作品はウォンバットのうんちだったんですね。ウォンバットは四角いうんちで縄張りの印をしているのです。Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus! Pruébenlos ahora totalmente gratis!